はい、皆さんこんにちは。今日もですね、エンドレスチワテイレやっていきたいと思います。どんどんね、葉っぱ落としたり手入れしたりして、使える植物は前、使えない植物は後ろ、そして外の植物たちを中に入れるようにね、頑張ってやっていきたいと思います。すごいよね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。レディゴ。ポチッと、ちょっと見えにくいかもしれませんが、よいしょ。もうね、アンスリウムの枯れたやつがいっぱいある。これエフィカスキアティス、これね、なんか実がねすぐなるんですよね。ゴムの木の中では特殊だと。お、シナモンの木すごいヨヨンと。面白いか、こんな感じで曲げたら、曲げとく。ブルースターが入ってました。案外寒さに強いからね、今から活躍してくれると思います。蚊がいないと思ったら蚊がまた寄ってきますね、やっぱり。これね、とっくりなんじゃなくて、これ多分ね、ドラコじゃないかなと思うけどね。これはなかなかゴージャスなシーグレープ、これいいね。めっちゃ綺麗。シーグレープ寒さに弱いから、今からね、常に暖かいディーラーさんとかに置いておくと結構いいですけど、暑いから逆に水はね、シーグレープかなり吸うんで、暑いところに置いた時はね、気をつけないといけません。非常にいいですね、これはいい。じゃあ前に、うわー、これもすごい、シナモンだ、でかい。これも大きい。
じゃあ前に移動しましょう。よいしょ。じゃん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 。じゃかじゃん。ミリオンバンブ。じゃん。いる人。あげれない。捨てちゃう。こう L 字がいっぱいあるよ。かっこいいんだけど、取っときますか。こういうのメルカリに出したら売れるのかな。逆に売れるのか。あ、すごい蚊が。クルシアです。これも立派なクルシア。探す、これ8割ぐらいできてます。これいい感じ。もうちょっと、もうちょっとこっちの方につけばいいですね。よし、これもキープ。出来損ないと思ったけど、これも案外いいパキラな。完成してます。おいいね。使える、すぐ使えそうです。よし、 OK。 これもいい。やっぱなんだかんだですね、春から秋にかけて寝かせてたんで結構いいよね。はい、本心ね。これはもうね、この冬は使えません。捨ててもいいぐらいなんですけど、まあ一応取っときますか。枯れ葉ガス、結構面白い。面白いレインボーにコウモリランが、コウモリランがぐらっとついて、おお、だいぶ元気になってる。このコーンシンネ、これはね、いろいろ曲がっててかっこいいよね。なんかどっかの展示場で使うとおしゃれかも。さがく、はい、はい、これもキープ、これもキープ。よし、どんどん前に行きましょう。前にどんどん行きましょう。よいしょ。はい、ここで、あれ、ちょっと蚊がすごいな。
このウンベラータは特にこっち来てよいしょ、これは使えそうですね。今週に本当お手入れしてあげないと幽霊みたい。見て、あのほら曲げの時また見せるけど、おっきり降りたパキが生きてますよ。こんなに折れてるのに生きてる。ほら生きてる。すごいよ、すごい生命力。すごいのが出てきた。なんだこれ。アルテシマとティネケの草がすごい。これすごい。これなんかちょっと横に広がりすぎてる。こう起こしてあげるとかっこいいか。ね、こんな感じにするとかっこいいか。紐もないか。紐がある。ああ、蚊がすごい。これを立てたい。これを立てたいけど。無理か。よし、これ後で炊くよ。めっちゃ落ちてるんだけど。コウモリラもめっちゃいい。これがすごい。広場ドラセナ L 字になってます。これかっこよくない。ほら、真横。こういうのメルカリ出すか。欲しいっしょ。絶対おしゃれ。よっしゃ。こういう言い方。丸い。また特集やりましょう。ウンベラータ、テーブルやし。枯れてる。よいしょ。おっさん大好き、ストロマンテ。あんまりないらしいですね、これ。ね、ストロマンテ。僕、どこにでもあると思ってたけど。ストロマンテ手に入りませんっていうコメントが結構来てました。おい、おテーブルやし。わー、すごいウンベラータの気根がテーブルヤシに入り込んでる。テーブルヤシめっちゃきれい。子供が取れました。でね、ポイッとしておきます。また生えてくるはず。よっしゃ。
パクター。コンパクターはどこにでもあるぜ。でもこれもお手入れをしないと。うわ、蚊がすごい。よっしゃ、とりあえずこんなところで蚊が多くなってきたんで今日はやめたいと思います。またね、 See you、 バイバイ。蚊がすごい。